りこんな遠いところまでみんなでね力ながらもやって、ちょうど今日のタイムテーブル俺らで半分になります。体力残ってますか？俺らの次すごくバカなバンド出てくるよね。ね、すごくバカなバンド、まあもちろんこのバンドですごくまあ盛り上がってほしいんだけど、まあ疲れてると思うから俺らがあの呪文唱えてあなたたちの元気を復活させようと思います。よろしくお願いします。復活の呪文。それはあんたが選んだ道だろ。
楽しんでますか？ジャンボ。4日目ももう中盤戦途中です。途中日本語難しいな。本当にね、
なって思ってたんですけど、それでもとりあえず今はまだいいかな。もう一回見せられる。あれ何なんですかね。中西の家にあったやつですね。3曲目いきます。実家から持ってきて。できるよ。君の音を聞かせてよ、それだけでいいんだよ。はぐれた心をつないでよ。ねえ、君の音を聞かせてよ。涙に散る水色の音は聞きたくないから。すみっこ暮らしです。よろしくお願いします。すみかのコピーをやらせてもらってます。まあその新規バンドなのにこうやってライブハウスでいい場所に置いてくださったライブ係の皆さん、本当にありがとうございます。そうですね、54代である僕から皆さんに何か伝えることがあるとするのであれば、それはやっぱり紛れもなく感謝だなと思います。僕ら54代って、まあ、主にその新歓期に、52代の演奏をメインに見て、あ、この検温部に入りたいなって思って入ってきた人たちが多分ほとんどだと思うんです。54代はで入ってからもずっとそのかっこいい背中をずっと僕らに見せてもらってて、あ、いつか超えたいなって、
そう思える先輩たちでした。まあ本当に罵詈雑言たくさんありましたよ。ありました。もうね、もう物質かなんかに顔を出せばまた新たな言語で新たな言葉をなんかもう開けた瞬間に7個くらいゾッとくるような本当に狂った物質だったけど、それもやっぱり、まあ、学校生活がつまんないなと思ってる僕にとっては本当にとてもいい居心地のいい場所でした。もう今もそうですけど、この軽音部が本当に大学に入って僕の一番の青春だと思ってます。多分これからも52代の背中を追い続けて、52代の背中をいつか超えようって俺らも切磋琢磨してやっていくと思います。また気が向いたら遊びに来てください。いつでもいい音楽を準備して出迎える準備しておきますんで、好きな時に帰ってきてください。本当に今までありがとうございました。もので最後そんな気持ちをこの歌に込めて終わりたいなと思います。ありがとうございました。スミカでした。最後みんなの声聞かせてください。この歌で終わります。ありがとうございました。ラバーズ。I'm not a big fan of that.